で入っ医学でそれは補、ま、欠、あ、で、えっと、繰り上げ合格っていうのはあの、えっと、よくあることではあると思うんですけどあの受験の世界ではですねただその,そ,の友達その先生の,その友達友,友人がですね、えっと、実技の方絵の方はさほどうまくなくて。 むしろちょっと苦手な、あの、あのそ,そんなうまい方ではなかったらしいんですが、学科に力を入れてですね、で、学科でとにかく点数を稼いで、で、補欠になったらしいんですよ。で、繰り上げで合格して、はい。で、で、その後、最終的にあの大学院まで行ったらしいです。だそういう生徒の話っていうか、そういう人の話を聞くとですね、 やはりその学科の力っていうのは大きいえと思いましたね。えー、で、あのー、その、えー、その、ビーズの先生がおっしゃるには、その大学にその入学したときに、はいあ、この子は補欠で入学した子だとかね、あるいはこの子は、ね、成績トップで入学した子とか、そういう、はい、目では教授は見ないらしいんですよ。見ないっていうか、そこはあんまり気にするところではないらしいんで。 はい、補欠入学だろうが、あの、いわゆるダントツで入ってきた生徒だろうが。ままずはスタート地点は同じらしいんですね。だ、そういう意味で、はい、やっぱりその学科をやってるっていう意味はあると思いました。はい、であの、えっ、ー、と、まあ、自分だけじゃなくて、あの英語の川辺先生もね、あの、まあ、口酸っぱくして、ね。あの、言ってることではありますけれども、とにかく学科は。 やったらやった分で必ず自分に返ってくる恩返ししてくれるもんなんでとにかくこれからも学科頑張りましょうまたあの夏小論もありますからえ小論はの途中河部先生にも少し手伝ってもらいますけれども、えーと,えー、とにかくあの小論も含めて夏学科頑張っていきましょう「ハニキャット」「ムービーたちび」よろしくお願いしますお願いします